にね、天皇献上の大きな船を建造し、この浜から乗り出したという記録があり、乗り場浜海岸と名付けられております。この海岸、夏になりますと海水浴客で大変なにぎわいを見せるところでございます。右側の島が蛇島でございます。島の中段をよくご覧ください。蛇の鱗、あるいは竜の形をした模様が出来上がっているところから、蛇島または竜島と呼ばれております。この岩盤は白色境界岩でもろく、波や風の浸食によってできた天然の彫刻でございます。源頼朝公が隠れ住んだという伝説のある鎌倉幕府でございます。
洞窟内に客席がありましたので、安全が確認されるまでの間、入り口までのご案内となります。洞窟内に客席がありましたので、安全が確認されるまでの間、入り口までのご案内となります。入りますと直径10メートルほどの天窓が口を開けております。この洞窟は昭和10年8月文部省により天然記念物に指定され天窓のある洞窟であることから天窓洞と名付けられました。また太陽光を受けて青く輝くことから青の洞窟とも呼ばれております。高かったね。あそこが綺麗。